皆さんこんにちは、渡辺栗口です。今回はプレイステーション2のゲーム天下人信長編の続きプレイしていきたいと思います。では早速シナリオの方に入っていきたいと思います。ここまでプレイしてきた感想としてはですね、お家芸、超必殺技みたいなものだと思うんですけども、これが非常に強力なので使いどころを間違えなければクリアはできるのかなというふうに思っています。では天王山というステージになります。足利義昭の京追放で室町幕府は終焉を迎えた。だが打ち延びた義昭は上洛途中の毛利勢と合流、自称毛利元就のもと信長との再対決へと向かった。まこと信長の悪行、マロは許してはおけぬ。して将軍様、いかがなされますか。元就殿、マロにはの秘策があるのじゃ。ほう、お聞かせ願えますか。では断じてはず通りに、くれぐれもことは内密にの。これでよし。はい、分かった。拙者の役目承知したと伝えてくれ。これより後戻りはできぬということか。何やら光秀の怪しげな雰囲気が出ていましたが、まずは毛利との決戦ということになりそうです。毛利勢18,400、それに対する織田軍、信長軍ですが11,500という、兵力になっています。どうやら援軍で毛利高元、吉川元春、小早川高景も出てくるというのが、予想できそうなので、18,400 よりも兵数は多くなると、覚悟しておいた方が良さそうですね。はい、では勝利条件確認します。敵全部隊の総動、敗北条件は信長の討ち死もしくは本陣の陥落と、攻略の指南としては雨の降る時間を見極めよということになっています。今信長の方からも敵の鉄砲隊の威力相当なものということで、攻め時は、きちんと、見極めなさいということでしたので、雨が降った時に全軍で鉄砲隊を撃破していくというのが、攻略のポイントになるのかなというふうに思います。では、部隊配置から行っていきましょう。では、布陣しました。まずはですね、信長の本体は騎馬隊で編成しています。清正、勝家、信長という、騎馬隊ですね。そして、左翼。ここは光秀の鉄砲隊を中心に、前田利家の槍隊。福島正則は、重装隊ということになっています。右翼の方は、滝川和元のラッパ隊、秀吉、それに金継は連射隊ということになっています。ではこれで出撃しましょう。総兵力12,000ということになりました。出陣です。天下は我
が者よ。さあ、ではまず敵の布陣を見ておきましょう。数は相当多いですね。相当多いので、まあ、しっかりと信長の助言にもあった攻め時ですね、これを見極める必要がありそうです。暗黒 JK もここにいますね。はい、ではまずはカズマスの部隊から、動かしていきましょう。まずは暗黒 JK のいる、部隊まで、迫っていきたいと思います。ただ敵の鉄砲隊がいるので、こちらはですね、まずは、マップの中央ですね、開けたところまで部隊を進めておきます。信長も同じく開けたところに出撃しておいてですね、いざ雨が降ってきたら一挙に前へと出れるような場所取りからしておきたいと思います。ではちょっと雨待ちをします。さあ、雨が降ってきました。なのでこの機を逃さずですね、一挙に、山を駆け上って暗黒 JK までたどり着きましょう。そのためには伊達天、まあ、早速ですけど発動します。者ども、ここが正念場。で、勝家、そして清正もですね、同じく伊達天を発動してですね、この騎馬隊を一気に突入させます。で、滝川一正のですね、ラッパ隊、これはですね、桜ん玉を持っていて非常にこれが強力なので、これもですね、使いどころ重要なんですけども、暗黒 JK の先に毛利元成がいるので、まずこの元成をね、撃破するの大事だと思うので、この元成にですね、ラッパ隊の桜ん玉をぶち込んでいきたいと思います。で、三井で率いる部隊はですね、ちょっと足が遅いというのがありますので、まあ、無理はせずというところで、まずは敵の動きを見ながら、三井の部隊をね、動かしていきたいと思います。では突っ込んでいきましょう。この緑色にオーラを放っているのが、信長、勝家、清正の伊達天を発動した騎馬隊ですね。まあ、雨のうちに一挙にこの坂を駆け上って毛利軍の暗黒 JK のいるところまでたどり着きたいと思います。どうだろう、これ見ると敵が後ろから狙ってきてる感があるので、敵のやりたい足軽隊相手にまずは光秀と勝松で応戦しましょうか。で、その間にやはり信長が突入していくと、ね、これは変わらずという戦略でいきましょう。で、秀吉はちょっとですね、この軍団から外れて一旦黒田官兵衛の救出に向かってもらいたいと思います。毛利高元が出てきましたね。しかも嫌なとこから出てきたな。吉川元春も出てきましたね。ということは小早川高景も出てくるということですね。まあ有利に戦ってはいたものの、これでまた戦局が不利に傾きそうですね。さて、官兵衛が囚われている、まあ、小屋の前に岩の壁があるということなので、これを砕けていくんですね。さあ、岩壁の破壊ができたんですけども、味方の本陣が攻め込まれていて、今福島正則を戻してるんですけども、ちょっとこれが間に合うのかどうか怪しくなってきてますね。さらに勝家も照本の部隊に苦戦中ということです。一刻も早く秀吉で、
この神戸を救い出してですね、戦局を五分にまずは戻したいというふうに思います。さてこれでまずは黒田神戸が救出できるということになるんだと思います。黒田神戸救出。神戸ですね、さあこれで神兵衛が仲間になりました。神兵衛の部隊はというとラッパ隊ですね。じゃあこれを、どうだろう、せっかくなんで部隊に組み込んでまずは本陣の救出に向かいます。で今非常に本陣もピンチで、本陣をまあ、救援に向かう信長も部隊もですね、毛利高元の部隊に阻まれていて突破できていないので、ここはちょっともったいないかなと思ったんですけど、大輪鼓舞発動します。一定時間攻撃力2倍ですね。これで一挙に敵を殲滅しましょう。殲滅した、殲滅したら急いで本陣の救援に向かいます。あ、本陣もうまく敵を倒してくれてる。これじゃあ小早川高影の部隊に向かいましょう。大輪鼓舞、まあ、使ってしまったなぁ、もったいないなぁというのはあるんですけども、まあ、まずはね、窮地を脱出することができたということで、御の字というふうに考えたいと思います。まあ、一方で損害としてはですね、光秀、直江兼続の、まあ、鉄砲隊とね、連射隊が撃破されてしまったかなというのはあります。ではここで毛利元就の部隊、さらには小早川高影の部隊ですね、これを撃破していきましょう。信長対角戦、ここはもう一度大輪鼓舞発動しましょう。まあ、元就の部隊であり小早川高影の部隊でありというね、強敵2人の武将相手にしてますので、まあ、やむなしということで大輪鼓舞連発してます。よし、元就を撃破しましたね。で小早川高影隊も撃破できました。そしたら一度ですね、本陣に戻って回復しましょう。だいぶダメージを負ってしまったの で逆に秀吉の部隊にはまだ余力があるので、一旦旗を確保してここで敵を迎え撃ちます。まあ、信長をはじめとする騎馬隊ですね、清正勝家、ここがちょっとダメージを受けているので回復に向かうというシチュエーションです。さて敵もラッパ隊を出してきて、苦しくなってきているので、ここで桜玉を発動して一気に敵のラッパ隊を撃破したいと思います。カズマスの虎の子の桜玉ですね。さあではここに来て一気に戦局我々に有利に傾いてきましたので、敵の本陣目指して突っ込んでいきましょう。さあでは敵も最後の舞台になっているようなので、もうここは出し惜しみせず最後の大輪鼓舞発動しましょう。まあ一時ね、敵の増援、毛利高元、木川元春、小早川高影が出現したことによって、
信長の本陣が危うくなったんですが、まあ、そこは光秀と金継が、まあ、撃破されながらも奮戦している間に戻ることができたので、まあ、なんとかね、攻略完了という運びに向かっていっています。はい、敵の全軍撃破完了です。わしが勝つは世の必要。戦いは織田勢の勝利に終わった。元成は戦傷が元で行き、義明はまたも流浪の身となった。毛利を破った信長は名実ともに京をその手中にした。信長、京を取ったか。いつかあの男とは戦わねばならんだろうよ。何、毛利が敗れ申したか。元成殿、西国の守り、この島津が引き受けたでごわす。この戦いは確かに一つの節目となったのでしょう。しかし信長様を襲うさらなる戦いの始まりでもあったのです。はい、まあ、大勝級でしたね。まあ、残念ながら光秀と兼次の連射隊、鉄砲隊が壊滅したのがちょっと損害としては増えてしまった要因ですね。このマップに関してはいらなかったかもしれないですね。鉄砲隊も連射隊も全部騎馬隊で編成してもいいぐらいだったかなと思います。レベルはそれなりにみんな上がりましたね。はい、ではですね、今回は天皇さんということで毛利勢との決戦になりましたが、これを制することができました。次回はまたこの続き、おそらく本能寺になるんじゃないかなと思うんですが、そちらをプレイしていきたいと思います。